ずはじめにですね、今回作成いたしました温度センサーはフレキシブルなデバイスですね。まずそれをお見せしたいと思います。こちらが今回作成いたしました温度センサーとなっております。この温度センサーですが、フィルム基板上に作成しておりますので、非常にフレキシブルになっておりまして、このように曲げても全く壊れない材質になっております。例えばですが、このように手の上に置くことも可能となっておりまして、若干ここの周りを止めてやることによって手の上にもきちんと密着するようなものができます。今回作成いたしました温度センサーですが、ポリマーに導電フィラーを混合いたしまして作成いたしました。作成した温度センサーですが、ポリマーが室温から体温付近におきまして急激に膨張することによりまして、抵抗値が6桁ほど変わるということで、温度の変化が分かる仕組みになっております。この抵抗値の変化の値から温度の値を換算いたしまして、温度センサーとして用いることが可能となっております。今回作成した温度センサーですが、2種類のモノマーを混ぜまして、ポリマーを作成いたしております。この2種類のモノマー、片方が室温で液体、片方が室温で固体の材料となっておりまして、この混合比を変えてやることによりまして、ポリマーの反応温度センサーとしての反応温度を制御することが可能となっております。さらにそのポリマーを合成した後に、導電性のフィラーを混合いたしまして、混ぜることによって、インクとして形成しております。機材に、穴の開いたマスクを通して、ペーストを塗布し、パターンを形成いたします。今回作成した温度センサーですが、室温から体温付近に変化いたしますと抵抗値が大きく変わるということで、現在はすごい電流が流れておりまして LED が光っているのですが、先ほどの温度センサーの部分を触りますと抵抗値が変わるということで、電流が流れなくなりまして LED が消えてしまいます。ですがその後また手を離しますと、だんだんと温度センサー部分の温度が体温から室温に変わっていきますので、また LED の光がだんだんと大きくなっていくということで、抵抗値が元の値に戻っていっているということが分かります。今回作成いたしました温度センサーですが、非常にフレキシブルな材料を用いておりますので、例えば装着感なく体温を測定することが可能となっております。応用例としましては、絆創膏のように貼り付けて赤ちゃんの体温を簡単にモニターしたり、手術後に患部で炎症による発熱がないかをモニターする用途が期待されます。さらに厚い服の中の体温分布を計測できますので、快適なウェアなどのデザインに利用するなど工業用途も期待されます。今後は信頼性を向上するなどの課題を解決しまして、一日も早い実用化を進めていきたいと考えております。